皆さんこんばんは、ユミです。今日はお友達のマリリンさんのお家にやってきてます。マリリンさんのお家を今日片付けさせていただきます。自己紹介お願いします。はい、皆さんこんにちは。ユミさんの知り合いで芸能活動しています、マリリンです。今日はルームツアーの後にユニットバスのお片付けをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。私のお友達の一人暮らしのワンルームに住む女性のお部屋です。最初に言っておきます。今日はちょっと閲覧注意って感じかもしれません。ちなみにロフト付きのワンルームです。皆さん心の準備はよろしいですか？玄関入ってすぐ右側はキッチンです。メリークリスマス。で、電気どこ？電気、あ、何これ、ビニールがすいません、これビニールが、圧巻のものの量でちょっと驚いています。これは邪魔します。あ、すいません、靴踏んじゃっていいですか？靴入れるとこがないので。どうぞお上がりくださいって言いますけど、上がれないんですよね。なんか手を置こうと思ったら包丁が、むしろ手をついた方が危ないという、はい、ここは何ですか？ここキッチン、キッチンですよね、まあ、玄関兼キッチン、はい、でこっち側がお風呂場、はい、あのバスルーム。中失礼します。ドアが閉められない感がね、はい、いや閉められます、閉められるのね、閉められるドアなのね。えここがリビングルームです。ここが食器棚です。なんか動揺してすいません、はい、食器棚、電子レンジ、ここの上がロフトですね。はい、お洋服ってどうするんですか？お洋服は、はい、なんとこんなに狭いのに、はい、白とラベンダー色の大きなチェストに入れています。書類や紙類の量が半端なかったです。よくルームツアーって言いますけど、ジャングルクルーズですよね。ですねよいしょ。これはいやいやいや、圧巻。はい、でここがバスルームですね。ああ、開かないような感じがするんです。開けますかね。まあ、ここまでしか開かない。ちょっとすみません、ちょっとまっすぐには入れないんですけど。スリッパ履いてる？履いてます履いてます。ここは絶対スリッパ必須なの。うわ、ちょちょちょっとっていうのが、そうわってすごく失礼だったなんでフライパンが、驚いたことにフライパンとボウルを便座の上に壁にかけてあったんです。もうびっくりしました。これが何か後ほどご紹介します。さらに驚くことにバスタブの中に食器が入ってました。いやー、浴室の中にフライパンとかボウルとかあるのはね、初めて見ましたよ。斬新でした。
ユニットバスのお掃除なんてちょろい、30分で終わるよなんて言ってたんですけど、とんでもございませんでした。開かないけど、開かないそれでは今日は浴室の中をお掃除していきます。したらマリリン、中でさ本当にいらないものってあるじゃん、はい、それを分けて捨ててってください。お願いします。ちょっと見せて、今のまな板。はーい。うわー、なんか表面を削ってさ使えないかなと思って。それはすごい発生とかのこのまな板をまだ使おうとしていました。じゃあこれして、浴室のものを全部出していきます。私歌が上手いから歌ったトロフィーもらったことがある。なんでトイレに置いてるの？他に飾るところがなかったの。もう部屋に飾ります。これが今お風呂場にあったものです。ユニットバスでトロフィーとかね、食器とかもあったんですよ。これユニットバスにこれだけ入っていたんですよ。どうですか、このね、なんかこう空っぽになったこの状態見たことあります？これね、これ引っ越してきたばっかりの時に一度見たか見ないか。降ります。頑張って。うわ危ない、命がなくなる恐れがある。危ない危ない危ない。よしよし、これからいるものといらないもの分けていきます。なんかねゴミもあるそうなので、無理やり捨てさせることは一切ないです。これから一緒に分けていきます。はい。いる、いらない、保留に分けていきました。迷ったものは保管箱に入れ、また私も一緒に考えました。ここが大切なところ、しっかりと採寸していきます。ここでしっかりとお掃除をします。その後ダイソーで買ってきたものに収納していきます。マリリンさん、今お掃除の途中なんですけど、はい、お片付けしていて何か気づきとかありましたか？トイレに、うん、下に敷いてあるマットなんですけど、うんうん、なんとなく運気が下がりそうです捨てたいなって思ってたんですけど、はい、今日本当にいいきっかけになりました、はい、私絶対無理やり捨ててもらうとかいうことはないんですけど、自分で気がついたんです。気がついたんですね。前々から捨てたかったんだな今日だなって思いました。よかったです、お手伝いができて。
なんもないね。いや、あるからあるけど目に入ってこない。壁にぴったりしてるから足元周りが何もなくて、うん、すっごい気持ちがいい。本当、うん、全部ねちゃんとゾーン別に分けました。これはね全部シャンプー、トリートメントとバスエッセンス。これね、ご要望で冷たくなるタオルだっけ。これからの季節に大事なの。ここに置いときたいんだよね。だって乾かさなきゃいけないから。了解しました、うん、これはね2つ欲しいんでしょ。これボディタオル、やっぱり2つあると安心だ、ね、あ、そうね、安心だね。これは湯あか取りかしらね。そうね、必要ね。ここにあるとすごくパッと取れて、確かにいいわ。タオルがね入ってるやつね、あとここトイレットペーパーのね、予備と、あのこれはご希望の流せるティッシュペーパー、そうですね、これはここに置きたいっていうね、うん、でここは洗剤まとめました。今下に置いちゃってるんだけど、これもマグネットでつけられます。お掃除しやすいでしょ。どうですか、お掃除終わってみて感想は。まあ、とにかくすごく綺麗になったのは嬉しいのはもちろんのこと、はい、私の大好きな、はい、マグネットで、マグネットいっぱい、もうすごい幸せです。だってマグネットって、はい、こうやって勝手に、ね、動かせるの、ね、それが最高。今まで、はい、こちらにいろんなものが積み上げられていたのね、うんうん、でもここ今もうガランとしているので、うん、ここにメイク道具を置いたりする。ああ、そうですね。ね、そう考えると本当に何だろう、本来の姿に戻ったって本来、ね、あ、そうですか。鏡があって、はい、ね、メイクをしたり落としたりする場所なんだなって、はい、忘れてました。あのここでね、今度からお化粧できるように、あえてこのタンクの上は何にも置かない更地にしました。ここで化粧したかった。今日も動画を最後までご覧いただきありがとうございます。この YouTube チャンネルでは、アラフィフの私がフリーランスで働く様子、フラワーアレンジや雑貨屋さんの様子などもお伝えします。また、お片付けやお部屋の掃除などの様子もお伝えしたいと思います。よろしければ、チャンネル登録をお願いします。コメントも励みになるので、お願いします。それではまた、次の動画でお会いしましょう。マイスタイルユミーと、マリリンでした。どうもありがとうございました。